こんにちは、花龍馬さん。まあね、花龍馬さんが言われたのと同じぐらい私も同じように感じてます。やっぱりね、何かしらのダメージがないとそこから人は学ばないんだろうなって基本的に思います。最初からうまいこと言ったりとか、いいこと言ってうまい方向ばっかりっていうのはなかなかなくって、別にね、速稼塾が詐欺だって言ってるわけじゃないんですよ。速稼塾に期待して入ってみたけども、あ、結局自分でやらないといけないんだってところに気づくだけなんですよ。だから入ったら稼げるみたいなことじゃなくって、的確な質問、適度なコミュニケーション、そして集客、商品作り、販売スキル、全て自分が今まで持ってなかったから稼げなかったってことに気づいてね。だからいるだけで稼げませんとかね、なんか塾費用だけ巻き上げられましたとかいう人いますけども、だからそういうレベルの人はね、もうずっと稼げないですよ、ね、稼ぎ方をお金を払って学ぶ、ね、例えば速稼塾費用が満額で30万分割だけど、分割利用も OK ですけどね、30万で払うじゃないですか。で、月収100万とか目指してるわけでしょ。30万って高いですかね。別に私その100万円にしても月収100万が達成するんだったら安いと思うんですよ。ただし集客もしないし、商品も作らないし、セールスもしないんだったら、それはね、塾費用が、私の速稼塾の費用が1000円だって高いって感じますよ。それはやらないと、やらないとダメです。で、それからね、私アメ車に乗り始めて、感じたことがあって、言われたこともあったんですけども、一番最初に修理に出すところ、レストラン出すところ、メンテナンスに出すところって高いんですよ。でもそこで値切るとそことの関係がうまくいかないということがあります。というのがね、やっぱり長い付き合いをすればだん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 自分のスキルも上がってくるし、販売店も値踏みされちゃうんで、ふっかけられなくなってくるんですよ。だから販売店とかが儲けるのは、メンテナンス会社が儲けるのは最初の一発ぐらいなんですよ。で、そこである程度ふっかけた金額に値切りを入れてくるだったら、じゃあよそでやれよって話になるんですよね。というのが、店も儲かんないとできないわけですよ。だから最初はかもられた方がいいっていうふうに言われましたね。最初は本来50万でできるところをね、やっぱ70万80万ぐらいで見積もりを出してもらって、それを気持ちよく払うことによって、そことの関係が健全になるんですよ、ね、そうして貸しを作っていく状態で細かいところを見せてもらったりとかね、それから、まあ、極秘情報を教えてもらったりとかで仲良くなっていって、だんだん価格が安くなっていって、常連になるとそれこそね、店が儲かんないようなことばっかり毎回毎回させられるんで、新規からぼったくるしかないという形なんですよ。それならそれでいいじゃないですかね。別にね、何でも値切らないってもんじゃないんですよね。ある程度のコストを払って、そして堂々とサービスを受け取る、その繰り返しでできてますから。だからね、なんか商品をね、値切って買って文句言うみたいなね、それはやっぱり長続きしないんですよ。だからお金をお支払いする、受け取る方は支払った人のを考えてあげる、支払った人はお金を受け取った人のことを考えてくれる、お互いを相思相愛にならないと、自分の考えたのと全然気に入らないからって言って一方的に攻撃するんではなくてね、やっぱりお互いにすり合わせていくっていうかね、どうやったら自分はこの取引うまくいくだろうかっていうふうにお互い考えていかないとダメですよね。だから喧嘩をふっかけてみたりとかね、急に手のひら返してアンチになってみたりとか、最悪ですよね、最低。そういうもんじゃないと、信頼関係っていうのは最初はぶつかり合いながらね、ゴツゴツとしたところもあるわけですよ。最初から爽やかに全幅の信頼を置いてますみたいなことにならなくてね、やっぱり思ったのとちょっと違うなってところから始まって、じゃあ違うんだったらなんで違うのかっていうのとかね、自分はもともとこう思ってきましたみたいな誤解を解いてみたりとかっていうことをやるのが歩み寄りですからね。だからね、やっぱこう、別にあれがカモとかこれが何詐欺とかって言ってるうちはもうニッチもサッチもいかないです。だって実際稼げてないんですよ、ね、カモられたとかね、詐欺だって言ってる人は稼げてないんですよ。詐欺られてなおそこから学ぶとかね、詐欺ったやつとさらに仲良くなるみたいなね、食らいついていかないといけないですよね。最近小野里さんどうしてるかな。なんか小野里さんもね、なんかえらい詐欺師扱いされてるんですけどね。まあビジネスをやるってことは誰かからお金もらうわけなんですよ。自分よりもスキルの低い人からお金もらうのがビジネスですからね。だからある意味弱者から金を巻き上げてっていう言い方は合ってるんですよ。だって自分よりもネットビジネスだったら、自分よりもネットのスキルがない人に対してしかセールスしないですからね。
自分よりもスキルが高い人になんか成立します？しないですよね。だから弱者から金を巻き上げる仕組みっていうのは世の中に張り巡らされていて、逆に私はそのネットビジネスの塾なんてもう買ってないんですよ。全然当たり前ですけどね。だって自分で分かるもん。強者になっちゃうともうかもられるところがないですよね。逆にセールスも受けないですよね。だからね、だから隠居になっちゃうんですよ。誰からもセールス受けないし、誰からの販売も物足りないし、これだったら自分でやるよみたいなのばっかりなんですよ。でも最初はそうじゃなかったです。だからちょっとずつ自分の力量が上がっていくに従って、もうね、かもってくれる人もいなくなるってことなんですよ、うん、だからね、詐欺師を私はね別に肯定してるんじゃないんですよ。ただ成長の過程で失敗とか見込み違いとか詐欺に引っかかっちゃうのはあるわけですよ。でいちいちそんなんでね、足を止めてね、わーわーと騒ぎ立てたり文句言ってるようではそこで終わりってことなんですよ。私たちが戦わなければならないのはそんなことではなくて、ね、もっともっと大きなことだと思うんですよね。ということで、花屋龍馬シリーズはこんな感じでアンチのシリーズを締めくくろうかと思います。じゃあ。